マリメで謎解き。はい、これね、とても面白いコースだったんで皆さんに紹介したいと思います。これね、雲があるでしょ。雲とブロックがあって、雲のところに注目。これドッスンだから、雲のところは、順番に並べるとドツスンで、これ雲がド、こっちがカロンだから、カとンでカン、合わせるとドカン、それでドカンとそんな感じでやってきます。これは、カキボーとノコノコだから、カキキと、ノコノコのノコ、キノコ、なので正解はキノコだよという感じで、やってきます。いや、すごいよね、なんか発想が。さあ、僕はね、一回ちょっとやってるんで答え知ってるんですが、皆さん考えてみてください。さあ、これは何でしょう。5秒間ぐらい待ちます。 GO!はい、ということで分かりましたかね。これは、ブロック、赤、音符、ブロック、冷凍、氷ブロックという順で読んでいくと、左の方がね、赤だけ見ると L、そして音符だけ見ると I、そしてレンガだけ見ると F、そしてアイスだけ見ると T という風になっていて、正解はリフトなんですね。いや、すごい面白いよね、この作り方が。この中でリフトというのはこれですね。と、これが正解。皆さん分かりましたか？謎解き得意な人ってやっぱり一瞬でわかるのかな。上の方が、さあ、これは何でしょう。いきますよ、5秒間待ちます。はい、わかりましたかね。これは上の方を見ると、Pスイッチ、ちくわブロック、クリボー、ボブヘイと、まあ、しりとりになってるんですね。なので、メット、トゲメット、ホヤマロンはウェンディ、つまり最初がトで、最後がウというのを探せばいいと。それでこちらを見てみると、最初がトで最後がウで終わるのは、トゲコンボですね。いや、なんかこの謎解きでもさ、いろんな謎解きの種類を用意してあるから、すごく楽しめるよね。さあ、これは何でしょう。とりあえず5秒待ちます。はい、ということで、皆さん分かりましたか？これは見てみると、スターが2、キノコが、4。これね、数を示してるんだよね、こっちの数を。そして、フラワーを見ると、1、2、3、4、5、6、6個。つまりフラワーは6という風になりますね。だけど、あれ ?6 がないぞ、どういうことだと。6がないぞ。そこで、これ最初に出てきた、あの、雲ブロックのところ。これは、3、5だから3。これは、花ちゃんだから、8、8。そして、これが、レンガブロックだから6。しかもこれちゃんと全部が数字になってるんだよね。この3、散歩の3、花ちゃんの8、そして、レンガブロックの6、答えは6だから、ここと。いや、あの、外れのところもちゃんと数字になってるのすごいよね。さあ、そしてこれは、わかりますかね？ 5 秒数えます。はい、ということで、わかりましたか？これね、これ結構難しかったんだけど、ほにゃー、これね、音階なんだよね。左が、シーソー、シーソーって言ってて、右が、これ何かを当てるんだけど、これね、レとミなんだよね。レミー、ん？レミーか、ん？あれ？ちょっと待って。わかんなくなった。レミーか、レミーだね。レミーだから、レミーを選びなさいよと。いや、ここちょっと難しかったけど、分かったらなるほどってなるよね。さあ、そしてこれは何でしょうね。ではまた5秒開始。はい、わかりましたかね。これは、実は、あいうえお順になっていて、これが音符ブロックがうと、そして右、右の下の方が音符だから、下はうになりますね。そして、あかさたな、な、はか、は。はひふへほの順のはだ。はのところ、氷ブロックははなので、はに丸がついてるから、パウ、正解はパウですね。パウが、あったパウがあったから、これが正解だ。さあ、同じような、50音順ですが、今度は何やら右の形が違う。音符ブロックは変わらず、う。そして、アイスは同じく、は。全く同じなんだよね。全く同じっていうのがオシャレだよね。さっきと全く同じではあるんだけれども、こっちが違うと。こっちが違うと。上がうで、下がはだから、これは、あれ待って、てか5秒間与えたっけ？ 5 秒間あったっけ？ちょっと待って。
5秒間ちゃんと数えたっけ。まあいいか、これはね、うかんむりなんですよね。うかんむりで下がはということで、組み合わせると正解は穴という感じになります。そしてこちらを見てみると、あ、なるほど、穴がある、これが正解ね。とほんと凝ってるよね。さあ、それではこれも、5秒間数えていきます。はい、わかりましたか。これはオンブロックとオフブロックがあって、共通のところがこのオスイッチなんですよね。なんで、これはオンとオフになっていて、これはオン、そしてこれは左の方を見るとオフ、つまりそれらを見るとオフフという風になりますね。音符ブロックがここありましたと。いや、こういうとこうまいよね。同じような地形を使って、同じような形を使って別の謎解きに変えてるっていうのすごいよね。さあ、5秒数えます。はい、わかりましたかね。これはさっきはオンとオフだったんだけれども、今度は赤と青なんだよね。なのでこれで見るとあかり、正解は明かりになります。この中で明かりが、灯りそうなのが、こちらのは、ブロックの、地面の地形のこのランプみたいなやつ、これが明かりだと。さあ、母音楽5秒数えます。はい、わかりましたか。上は音符ブロック、真ん中フィッシュボーン、そして一番下はキノコじゃないわ、スーパーキノコか、スーパーキノコだね。なので、上からオ、下がフィ、最後がス、オフィス、オフィスが正解と。オフィスが正解で、見てみると、なるほど、オアイス、オフアイスということで、オフィス、これが正解。いや、マジでよくできてる、本当に。これダメだったらここで死んでるところね。さあ、これであとはゴールができるけれども、あの扉入れる？あの扉入れるかな？はーい。入れた。あー、ボーナスありがとう。サンクスボーナス、ありがとう。時間がない、時間が。さあ、それとあとはゴールができましたと。いや、これはすごい面白かったね。皆さんも、よければ、遊んでみてください。いや、マリオメーカーでここまでの謎解きができるとは。オートザキーチェイス。これは韓国の面白いコースを作られる職人さんの、コースなんだけれども、呪い鍵を避けて避けて、自動で避けて避けて、すごっ。これね、僕のリスナーさんのコースを参考にして作ったってことなんだけれども、確かにあったあった、この呪い鍵をね、避けるコースあったよね。あったわ。これで呪い鍵を避けまくって、だけどやってきちゃったので、おお、ゴール。まさかのこれを自動で作るとは思わなかった。そう、呪い鍵ってね、一回取得してから、マリオに着くまで、チャリンって言うまでは、なんか順番が確定次第みたいな仕様があるんだよね。それをうまいこと使って、チャリンって言うまで避け続けるのをオートで作ったってことか。いや、すご。はい、ということで、皆さん向ければ、オートザキーチェイス、遊んでみてください。それではまた、次回の動画の方でお会いしましょう。バイバイ。